おはようございます。本日は5月の4日です。上野からの寝台特急カシオペア号でもうすぐ長野に着くところ、今善光寺平と信濃川の車窓が見えてきました。本日8時12分に長野駅に着いた後、私たちは貸切バスに乗り換えることになっています。今回はツアー旅行に参加させていただいておりまして、カシオペアを降りた先でも本日妙高山方面を訪ねることになっているわけです。一応お伝えしておきますが、クラブツーリズム様主催のロイヤルグランステージというかなりの高級ツアーでして、2人で30万とかそんくらい払ってるんでね、かなりいい思いをさせていただけること間違いありません。目的地はこちら長野市の北西にある妙高戸隠連山国立公園の中の、ちょっと山脈みたいなものがね、 Google マップのピンのところに見えますけれど、その麓にある戸隠神社です。戸隠神社までの道中、このようなルートをおそらくは長野市内側から行けば通ることになるはずです。ここが一番メインのルートで、浅川のループ橋、そんな感じの名前をね確かしてたと思います。ループ橋というのは、まあ、見ていただいてわかると思うんですが、ぐるぐるカタツムリの殻のように回っていって、そして垂直に、高さを上げるという方法です。これができる前、戸隠方面のアクセスはかなり過酷で、七曲がりというルートがあったらしいんですけれど、ヘアピンカーブをぐねぐねいろは坂のようにですね登っていって、まあ、大型バスもそんな感じで登っていって、そしてなんとか戸隠方面山越えをするという形になっていたようです。それが長野オリンピックの頃だったと思うんですが、ちょうどこの先にオリンピック関連の施設がたくさんあって、会場もあるものですから、選手の円滑な輸送のためにと、まあ、こういったものが作られたわけです。まあ、もちろん観客もいろいろ通ったでしょうしね。長野オリンピックの時に逸話も一つ教わったんですが、長野市内の交通をなるべく便利良くするために、選手たちを優先的に通すためにどうしたらいいか、世界初の試みに近かったらしいのですが、自動車に専用の読み取り機を設置して、信号機に近づくと赤信号をパッと青信号に変える、そういった試みがなされていたようです。向こうに見えるダムにはちょうど5月、明日が子供の日ですからね、鯉のぼりもかかっています。これが今通ってきたループ橋の前景です。脇からちらりと見えますが、こんな感じで蛇がのた打ち回るような走り方をしています。これができたことによって、路線バスなどのルートもみんなこちら回りになってね、かなり戸隠方面への観光が便利になったようです。確か長野からね、バス、大型バスで1時間ぐらいの所要時間だったと思います。この辺りは飯綱町と呼ばれていて、結構大きな町なんですけどね、飯綱山という、ちょっとこう、なんていうのかな、おにぎりみたいな形で山があるんですが、その周りにぐるりと囲まれているところだそうです。そしてここ、見学無料と書いてあり、今回は見学はしませんでしたが、ボブスレーの会場とかね、長野五輪98年の時ですけれど、作られたものがあって、基本的に見学、ごくたまに実際に使用されることもあるのだそうです。おにぎりの形と言いましたね、ちょっと違いますかね。これが飯綱山だと教えてくれました。昔食べられる砂があったから飯綱山というんだそうです。そんなんあったんですかね。なかったと思うんですけどね。一応そういう由来だということですが、このさらにもう少し先奥へ行ったところにあるのが戸隠山、戸隠山かな。その周辺にはこんな風に湖がたくさんあるそうです。これからその戸隠山のふもとにある、なんつったか鏡池かな、かなり綺麗な景色も紹介しますけれど、この美しい澄んだ青、これもまた長野県らしい光景です。見ていただくと分かりますが、随分上の方まで登ってきたので、まだ気温が低く、まだ緑も生えていません。戸隠まで9キロ、かなり登ってきました。これはね、元長野県庁らしいんですよね。明治時代に作ったやつで、県庁って結構その時代はお金なかったから、粗悪というかね、そんな豪華な作りはしてないらしいんですが、その中ではかなり立派な作りであったそうです。それがここに移築され保管されています。そしてその先まっすぐ見ると、これが戸隠山です。かなり険しい山です。その手前側に修験道山岳信仰の神社、戸隠神社が広がっています。社がいっぱいあって、今回は中社とそれから奥社の道中までを見に行くことになっています。中社というのがおそらくは一番主要なメインのところであるはずです。たくさん人が歩いているのも見えます。本日はまだ午前中ですが、ゴールデンウィークも午後になるとかなり渋滞、午後というかね、あと1時間ぐらいすると渋滞になるんだそうです。本日は幸いなことに夜行列車で長野に到着、朝早かったですから、まだ渋滞の前に到着をすることができました。ここからちょっとね、何人かグループに分かれて観光タクシーみたいなものに乗り換えたんですけど、こんな感じで、バスの一段とは少し分かれてですね、交代制で、この奥にある先に鏡池を見学することになりました。かなり立派な池でしたよ。これが鏡池です。奥に見えるこれこそ戸隠山、手前側の池もちょうど山を映しています。ただね、これちょっとどうしたもんかなと思うんですけど、これ何に使うやつか分かんないです。必要なんでしょうけどね。こういうなんか鉄の構造物が手前にあって、これさえなければ写真にはなかなか映えたんですけどね、ちょっとなぁと思わなくもありませんが、しかし本日はよく晴れています。ただこれまだベストシーズンではないようですね。雪が多く残っていて、しかも大変よく晴れていて、時間も最高バッチリですが、
もっとよく見える時もあるはずです。これ別に悪い意味で言ってるんではなくて、さらにこれよりも美しい景色になりますよと視聴者の皆さんにアピールすることが目的なわけですが、手前の木々が全く、ね、緑も生えてませんからね、これがあと多分2週間ぐらいすると、多分5月の中旬ぐらいになると、おそらく新緑が出てきて本当に美しくなるんではないでしょうか。ちょっと BGM がかかってますから分かりにくいかもしれませんけどね、そよ風が吹いて鳥がピヨピヨ鳴いていますね。可愛いもんですね。さざ波もさっきまではおとなしかった、ちょっと立ち始めた。でもそれもまたいいものです。この戸隠山は相当険しい山として有名で、蟻の戸あたりと呼ばれていますが、上の尾根の部分が非常に険しくデコボコしており、滑落遭難などの事故もよく発生しているような険しい山です。確かに私の知り合いが登ったとか言って、かなりいい山とかなんとか言ってましたけどね。すごい確かに山ですね。群馬県の妙義山を彷彿とさせますが、なんだかそれよりも険しそうに見えます。ただこちらから見ている分にはね、ああ立派な綺麗な山だと、それ以上のことはありませんから。手前側にもこんなさーっと流れている水路みたいなものがありますけど、なんか長野県に行ってこういう美しい山を見ながらピリッと澄んだ空気、残念ながらその空気の様子は YouTube ではお伝えできませんけれど、少し冷たいこの空気がまたこの川と一緒にいい雰囲気を醸し出してくれています。そしてその池から帰ってきて4キロぐらいでしたけどね、戻ってきて、こちらが今度戸隠神社です。駐車、つい数日前元号が令和に改められたばかりで、やっぱり神道ですからね、もちろんこういうの掲げるんでしょうけど、日の丸とそれから新しく即位された天皇陛下へのお祝いの、まあ、垂れ幕、そんなものがかかっていました。ちなみにこの戸隠神社駐車についてはご神体に向けてカメラを向けることはできないそうですが、まあ、このぐらいであればいいんだそうです。脇に滝が流れています。ここには、岩戸隠れについての話はすごい昔何度もしていましたが、今の、天皇陛下のご先祖にあたるとされる神様のですね、天照大神が弟のスサノオノミコトが高間ヶ原という神様が住んでいるところでめちゃくちゃな悪さをしまくるので、ちょっとそれは許さんな、もうこんなん帰ってやると言ってですね、押し入れみたいな天の岩戸に引っ込んだんですけれど、その天の岩戸に引っ込んだ、天照大神を、またそこから外に誘った、そういう神様が祀られているんだそうです。で、中ちゃんの見学も終わり、表参道を下ってきました。下にはこんな風に三股に分かれた立派な御神木があります。杉の木です。戸隠神社の名物は杉です。多くの人たちが入れ替わり立ち替わりここに入っていって、御神木から何やらパワーをもらっているようです。礼儀正しい朔也さん、本日は朔也さんと一緒に回っているわけですが、御神木に一礼して何やらもらっているようです。かなりたくさんもらっています。でも確かにこうやってみると、こう絵になる人がね、パワースポットみたいなところに行ってるといいですね。朔也さんやっぱかっこいいですね、この人ね。その脇からこんな風に、これは表参道ではないですけど、ちょっとこう見渡してみますけど、やっぱ杉というこの木もなかなか雰囲気が良くて素晴らしいものです。そんなにね、杉花粉みたいなものはなかったようですよ。私も花粉症があるみたいですけど。中社の前景はこんな感じ。ただ戸隠神社の、メインはここなんですけど、一番のおそらく名所といえばこの奥にある奥社だと思います。その前にお昼ご飯の休憩、まだ11時ですが朝ごはんが早かったのでちょうど食べ頃です。もともと宿坊などをやっていらっしゃるところだそうで、精進料理だから鴨肉とか入ってませんけどね、名物の戸隠そばです。おみき、お酒ですかね。ちょっと待っているとお蕎麦も出していただきました。どれも本当に美味しく、この天ぷらがまたね、この中に肉とか魚とか入ってない、その代わりなんだ、吹きのやつあるじゃないですか、忘れちゃった、吹きの塔か、それもね、また美味しかったですね。いや、とても良かったですよ、本当に。随分細いお蕎麦でしたね。ただ信州蕎麦、なんかこう癖がなく、まあ、蕎麦の味はするんだけど癖がなく美味しかったですね。蕎麦の名所で食べる蕎麦は本当に美味しいと思います。その後ですね、まあ、そのほんのわずかな距離だったんですが、お蕎麦屋さんからバスの駐車場まで送ってもらいまして、まあ、これ完全に余談ですけどね、お疲れ様でした。バスからバスの乗り換えをするという非常に珍しい経験をしました。さすが高級ツアーだなと思いました。くださいね。バスガイドさんの案内も聞きながら今この駐車を出発、まあ、歩いてでも多分行ける距離だと思うんですけどね、まあ、歩いていくのはまあちょっと遠いだろうけれど、駐車のかなり奥に奥社があります。まあ、他にも社はいっぱいあるわけですが、お蕎麦屋さんの渋滞ですね。
ちょうどあの皆さんね、この左手から鏡見ていただいたんですが、この左手奥のところもそばの実というあのお蕎麦屋さんなんですが、結構あの有名なお蕎麦屋さんで、知る人ぞ知るここまで来るんですね。あの同じ東北蕎麦ではあるんですが、あの建物のねなんか雰囲気がまたよろしいみたいで、あの子たちがね結構綺麗に見えるところから、そんなところで喜ばれてるみたいですよ。でもさっき食べたお蕎麦屋さんも味は匹敵すると、そういう風に教えていただきました。実際美味しかったですよ、とても。ここが奥社の入り口、その駐車場のところまでまたバスで連れてきてもらいました。まあ、必要そうなところには多分駐車場があるだろうなと思うんですよね。駐車場も混んでるようですが、あのゴールデンウィークでも止めきれないほどではなかったようです。そしてこの奥の方までずっと歩いていくことになります。奥社まで片道40分ほどかかるそうです。この団体旅行で、しかも高額のツアーですから高齢の方が多い中で40分歩くのかと思ったんで、まあ私全然構わないですけど、ところが、まあ、この先でちょっとまだ雪の溶けきらないところがあるというところで、本当の奥社八代の方までは行かないそうです。八代まで行かないのにその途中まで行って引き返すということに意味があるのかと思うかもしれませんが、10分ほど歩いたところにこのような山門があり、これを抜けたところ先にあるものが戸隠神社奥社の名物、本当に立派な杉並木です。両脇に八幡像みたいなのがありましたけどね、これですよ。すごい、これは確かにすごい。さっきまでとはまた規模の違う大木がずらりと奥に一列並び道を案内してくれています。高校の時にね、JR 東日本の長野の観光キャンペーン、確か信州なんとかキャンペーンであったんですよね。でその時に戸隠神社がね、上野駅の岩倉高校の前の通路に貼ってありまして、これは行きたいなと思ってね。で長野に住んでる友達の家にトワイライトエクスプレスに乗って遊びに行った時にですね、ちょっと戸隠神社行きたいんだけどどうかなって言ったら、いや戸隠神社ってそんな、まあ、行かなくてもいいんじゃないかなみたいなこと言ってた。あ、そうか、そんな大したことないのかと思ってね、それから戸隠神社に行かなかったんですね、ずっと。まあ私も今回が初めてなわけですけど、長野駅からバスで戸隠神社の奥まで来ると確かね片道2000円ぐらいかかるんですよ。まあ、それだけ遠いところなんで、まあ、しょうがない、2000円は別に高くはないんですけど、ただ高校生にはちょっとねなかなかそう簡単に払える額ではなく、今まで渋っていたんですが、前々から来たいと思っていて、ついに今回ちょうど機会が重なってくることができましたが、うわ思ったよりすごかった、もっと早く来るべきだったなとも思いました。また来たい観光地、そういう風に思いましたね。まあ、それは入り口にしか行ってないからということもあるでしょうけれど、この奥の方まで見に行くこともまたいつかしたいものです。ただ今回はね人数が多いですし、ここまでバスでお気楽連れてきてもらえたのだから団体旅行のメリットも享受していますので、他の方に合わせてここで引き返すということも全然おかしくはないと思います。で今ね私が行けないと言っていましたが、5分あればまあそこで写真撮ってね5分ぐらいで引き返しましょうということになっていたんですけれど、ついつい咲夜さんも私もねあそこで素晴らしい写真、素晴らしい景色ね楽しんでいて、危うく5分を超えてしまうところでした。さて、戻ってきまして、これはねもうちょっと余談、完全に余談なんですけど、戸隠神社の紹介は終わりましたが、手前にあるこれは確か、信濃町の、なんだっけ道の駅だったと思うんですけどね、左手が黒姫、右側が妙高だったかな、立派な山の2つもご紹介しました。まあ大体こんな感じです。ちょっと今の山の名前違ったかもしれないですけどね、新潟県の県境にある、素晴らしい山々、ここは行って損はしないところだと思いますんで、お楽しみください。どうもありがとうございました。